でもじゃあダリクラです。今回はマイクラで王冠を作ってみた。こういうのあるんだけど、すいません、これ YouTube で配信したんですけど、あ、配信はしてないんです。間違えたんですよね。間違えたかな。ただここにあるだけです。一瞬のワールドでこれを撮影したので、すいません。で、金ブロック、金の胸を作ろうと思ってるので、金ブロックを、これあれなんですよ、王冠なので、このこれを2ブロック重ねて斜めにしていきたいと思います。こうやって斜めすると王冠みたいに、この角っていうか、こうして一応ピーチ姫みたいにしようと思ってます。ダメですね、こういう。じゃあどうやって作るんでしょうか。こうで、これでまた斜めにこうやってつなぎつくとできるんじゃないですか。三分、三角三分やって、待って、これ黄色？これ赤にします。これ黄色ね。わかった。オレンジかと思いました。見るのが。なんかそうやってみました。じゃあ、次のね、次は水色バージョンじゃなくて赤バージョンでいきたいと思います。こうやって金を重ねて、ここに、こう、ちょっと持ってください。そうですね。もうちょっと太くします。こうやってします。で、こうして、重ねて、ヒーロー真ん中に埋めると、完成です。全然王冠？王冠じゃないね。うん。王冠じゃない。王冠じゃないよ、王冠じゃない、それ王冠じゃないからね、全然真似しない方がいいと思います。はい、俺のやり方だと、こうなっちゃうんで、はい、で下の下は下の、長さは多分ここ側も近いってるので、19個でした。ここの中で数えてやりました。王冠バイバーイ。